南号作戦は大東亜戦争末期に日本海軍の実施した資源輸送作戦のことである。1945年1月下旬から3月下旬までシンガポール方面から日本本土へ向けて10体以上の護送船団を航行させたが撃沈された船舶や艦艇も多い。大東亜戦争中日本は石油や鉄鉱石、天然ゴム、 米など様々な資源を南シナ海を経由して南方の占領地から本土へ海上輸送していた。特にシンガポールと日本本土を結ぶ石油輸送航路は重要視され、非戦団と称する護送戦団が運航されていた。これに対して連合軍はこのシーレーンを潜水艦などで攻撃する通商破壊を実施し、特に1944年後半になると、 中国大陸や再占領したフィリピンを拠点とする航空機により南シナ海航路を遮断しつつあった。1945年1月12日には輸送船10隻を練習授業艦カシーを機関とする第101船隊の6隻で護衛した日86船団がアメリカ海軍第38任務部隊に捕捉され空襲により護衛の解剖艦3隻を残して 全滅させられていた。同時期に南下中の日87戦団も、緊急避難した香港港内などで空襲を浴び、特務艦市民など、タンカーや輸送船の大部分を失った。いずれも当時の日本としては大型で強力な護送戦団であったが、大規模な空襲には無力だった。敵機動部隊が悠々と南シナ海まで侵入したことは、 日本の南方シーレーンにとって決定的段階の到来であり、航路の終焉が迫っていることを示唆していた。1945年1月時点での日本の石油備蓄は台湾や満州所在の分を合わせても100万キロリットル程度に過ぎなかった。そこで1945年1月、日本は石油など、 最重要資源輸送目的に限定して南方航路を維持することを決め、そのために特攻精神による特攻輸送を行うこととした。1月20日、南方よりの帝国燃料資源の乾燥作戦の遂行等を含む対抗が大海令第37号をもって発せられた。大本営陸軍部と海軍部の間で燃料並みに重要物資緊急乾燥作戦。 ミノルセに、席する陸海軍中央協定が締結され、海軍の担当部分に関連しては、連合艦隊司令長官式のもとで、南合作戦が行われることとなった。ただし、戦士総書によれば、南合作戦が、中央協定の対象となる海軍の行動すべてを、指すものかは明確でない。この中央協定に基づき、同日、大本営海軍部は、 大会指第500号を発令。連合艦隊司令部も南方動脈輸送路護衛強化作戦を発令した。なお、南号作戦の作戦名は同時期に行われた残存海軍艦艇による強行輸送である北号作戦に対応した名称となっている。1月の機動部隊襲来による被害でタンカーが不足する中、損傷船の修理などが急がれ、 南号作戦に投入された。護衛戦力としては、海上護衛総司令部の第1、護衛艦隊主力などのほか第5艦隊、第4航空戦隊や第1航空艦隊といった、連合艦隊の残存戦力も、後期を捉えて投入し、護衛や、哨戒強化に充てるものとされた。品方面艦隊は、第二図開始艦隊、海南警備府部隊、上海根拠地帯を、 海上護衛総司令部司令長官の指揮下に入れた。陸軍航空隊も上空援護に協力した。戦術面では非86戦団や非87戦団の戦訓に鑑み、従来の大戦団主義を転換、空襲による被害を限定するために輸送戦、数隻からなる小規模な戦団が原則とされ、可能な限りの護衛官邸が付された。 例えば、非88衛戦団は、タンカーのセリア丸1隻のみと護衛の駆逐艦、解剖艦、苦戦艇のべ8隻から構成された。輸送船自体にも、対空機銃や爆雷などの自衛兵装が多数、搭載された。また、南号作戦の支援として2月22日から3月12日まで、中国東部沿岸における、潜水艦撃滅を目的とした。 相当作戦である AS-1 号作戦3月13日から17日まで中国沿岸から台湾までにおける潜水艦撃滅を目的とした相当作戦である AS-2 号作戦が実施され第102戦隊と第931海軍航空隊が従事した3月までに大内健治によれば11時にわたる戦団として30隻の タンカーが送り出されたが、その多くは途中で撃沈された。もっとも、1万7000キロリットルの航空用ガソリンの輸送に成功したセリア丸のように無事に到着した例もあり、3月27日に徳山港に入港した光島丸まで6隻が任務を達成した。一方、 戦死総書によれば、1月20日から3月16日の期間中に航行した重要資源船団は15体、加入輸送船のべ45隻、護衛艦,艦艇のべ50隻で、そのうち輸送船20隻と護衛艦4隻を失ったとしている。3月中旬、海上護衛総司令部は、沖縄への連合軍上陸が迫り、 以後の輸送成功の見込みが乏しい一方、満州や河北との航路維持のために護衛戦力や船舶の温存、配置転換が必要なことから、南号作戦の中止を勧告した。これに基づき同月16日、大本営海軍部は、大会指第511号を発し、南号作戦の中止を命令した。南方に残っていた。 稼働船舶を寄せ集めた日 88J 船団が最後の一便として3月19日にシンガポールから出港したが最後の行きで途中分離した3隻を除いて同月29日までに輸送船全滅、解剖艦3隻沈没という結果に終わった。セリアマル八 88J 船団加入輸送船は1隻でセリアマルには航空用 ガソリン1万7000トンを積載していた。1月20日にシンガポールを出港。船団はシンゴラ沖に加泊して台湾を横断。1月23日にフランス領インドシナのサンジャックに到着。護衛艦の交代後、1月24日に出港。1月27日にチョンメイ湾ンで加泊した。船団は大陸の海岸沿いに進み、2月3日に 船団は、上海の沖合に到着。護衛艦の最高隊後、船団は、航海を横断し、2月6日に、朝鮮の沈海に到着。ここで、護衛艦を加え、2月7日午後4時半に、門司郊外の六連島白地に到着した。非88バイト船団加入輸送船は3隻で、大越丸には、重油約8000トン、鈴570トン。 ゴム1200トン、便乗車12名を、縁起丸には、重油7096トン、鈴500トン、生ゴム1600トン、雑貨2200トン、郵便物206個、便乗車21名を積載していた。1月28日にシンガポールを出港。船団はサイゴンに到着し、第65回防艦を加入して、出港資産ジャックに向かった。 サンジャックに到着した船団はここでタツタママルを分離。サンジャックを出港した船団は1月31日、インドシナ半島バタンガン岬北方を航行中に、米潜水艦、ボアフィッシュに発見され、明け方5時50分オオに、大マ丸と、縁起丸の二隻にボアフィッシュの魚雷が命中し、縁起丸は、船体接損して8時5分頃に沈没した。大腰丸は、 損傷花だしく、沿岸に座礁し放棄された後、第14空軍機によって破壊され、船団は消滅した。非 88C 船団加入輸送船は2隻で、延長丸には、重油7000トン、鈴、生ゴムを積載していた。1月31日に、シンガポールを出港。船団は2月8日、キノン湾に下泊。2月11日に、 海南東にレバヤシに到着する。同地で聖河丸を加入し、2月12日に空襲を受け、聖河丸が資金団により損傷した。同日後水湾に、河白。2月14日に、長山列島沖合で聖河丸が分離した。2月16日に、金門湾。2月17日に、南日島にそれぞれ河白。2月21日に、 洋子港沖で、延長丸、三宅、第20号総海艇が分離し、上海に開港する。船団は2月27日に、文字に到着した。延長丸、三宅、第20号総海艇は21日に、上海に到着。重油3500トンを陸揚げして出港し、3月2日に、文字に到着した。非 88D 船団加入輸送船は3隻で、 電源丸には、重油7110トン、生ゴム1195トン、鈴17トン他合わせて8854トンの、積み荷と、便乗車7名を、大赤月丸には、重油、ゴム、鈴ほか9300トンの積み荷と、郵便31個、便乗車12名をそれぞれ積載していた。2月4日に、シンガポールを出港し、2月6日、未明、 ホーチミン市南方470キロ地点を航行中の船団は、米潜水艦パンパニトから発見され、塩原丸の原機関室にパンパニトの魚雷1本が、命中し沈没した。2月7日には、米潜水艦ガビナから発見され、大赤月丸に、ガビナの魚雷3本が命中し沈没していった。春安丸だけとなった船団は8日に、 ベトナムのサイゴンに到着したところで途中解散となった。非 88E 戦団加入輸送船は2隻で重油、生ゴム、鈴を積載していた。2月11日にシンガポールを出港。戦団は肉眼による見張りがしにくい夜間を避けて航行していた。2月15日にカムラン湾、16日にフツインクサンデー湾、17日にバタンガン湾。 十八日にツーラン、二十一日に、ノームのため海南海峡に、二十二日に、牛角山、南西、二十四日に古上成島山西方、二十八日に、梅山、群島、三月二日に、太陽山島、六日に、イノシシアダサトワン、七日に、対馬の三浦湾にそれぞれ下泊。九日に、文字に到着した。非八十八回船団加入輸送船は二隻。 2月11日5時10分ごろに、シンガポールを出港。6時ごろ、護衛の解剖艦のみが、シンガポール水道東口ホルスバーク島、台北東 18km で嫌いに触れ損傷。2月14日、香港沖で空襲を受け、護衛の解剖艦のみが被弾しさらに損傷した。船団は、香港に向かい、同地で、のみを分離。 解剖艦60号を加入して出港。3月8日に、文字に到着した。非 88G 船団加入輸送船は3隻で、第1夜坂丸には、原油1700トン、便乗車21名を、第2位高砂丸には、推定1500トンの石油を積載していた。2月14日に、シンガポールを出港。船団は21日にサンジャックに到着。 ここで、第30南進丸を分離。23日、普通院南部を航行中の船団は、空襲を受け、護衛の第35号区船艇が沈没した。船団は24日に、バンロアンに加泊。その後通ンで後続の日 88H 船団に合流した。大鳥南丸の前身である、イギリス海軍のタンカーをサーダー。 第一次世界大戦時のイギリスの戦時標準戦で、日本海軍の野間と同型。同戦は非 88H 戦団と非 88J 戦団に加入した。非 88H 戦団加入輸送船は5隻で、A ・諦キラマルには、推定4千トンの航空用ガソリンを、非翼丸には、重油2千トンを搭載していた。2月16日に、シンガポールを出港。 途中で大鳥南丸がサンジャックに向かうため分離。22日、インドシナ半島ファンランワン沖を航行中の船団は、米潜水艦ベクーナから発見され、日翼丸にベクーナの発射した、魚雷一本が命中し沈没した。同日に、ナトランワンに下泊し2月23日午前、インドシナ半島バレラミ沖南方20キロ地点を航行中の船団は、 米潜水艦ハンマーヘッドに発見され、護衛の解剖艦役の艦首に、ハンマーヘッドの魚雷2本が命中して沈没した。25日に通ンに到着し、非 88G 戦団と合流。28日に、海南東にレバヤシに寄港。3月1日の23時頃夜間空襲を受けて、英アキラマルが、被弾沈没した。2日に、 アトミズワンに加白するも、加白中の3日に空襲を受け、第一夜坂丸が被弾して沈没した。船団は3月14日に行き着き島に加白し、3月17日にいる奥連島白地に到着した。非88愛船団加入輸送船は6隻。船団は3月5日にシンガポールを出港。15日にサンジャックに到着し、ここで、 三尺泊まりの輸送船一石を分離。同地で特設区船艇、海南丸を加えた船団は3月19日に同地を出港していった。ところが3月20日夕刻インドシナ半島、パラダン岬南西7キロ地点で、雪岸航行をしていた船団は、米潜水艦ブレニーから発見され、山国丸、宝船丸。 第21南進丸がそれぞれエブレニーの魚雷で沈没、翌21日には、米潜水艦バヤーも発見された。バヤも檻から飛来した B-25 の大軍と交応して、戦団を攻撃し、海南が丸が沈没した。護衛の第9号区選艇の反撃によりバヤの撃退に成功した。しかしワンフォンワンワン港付近で B-25 の爆撃を受け、 第2伏見丸、第6高佐護丸及び護衛の盾石、第33号区船艇が沈没、第9号区船艇が昇破した。護衛艦のみとなった船団は、ナトラン湾に入り、後続の非 88J 船団に合流した。非 88J 船団非96船団、加入輸送船は3隻で、光島丸には、原油12000トン、重油千3 0 0トン、 鈴60トン、ジルコン59トン、便乗者73人を、富士山丸には、原油1万6000トンを積載していた。2月22日に、シンガポールを出港。27日未明、インドシナ半島カムラン湾港付近で航行をしていた、船団は、米潜水艦ブレニーに発見され、1時35分、頃に、あ、まと丸にブレニーの発射した魚雷が命中して、 沈没した。3月1日に、海南海峡西方を航行中の船団は、B、B-29 の爆撃を受け、光島丸の船首に大穴が開いたため、光島丸は護衛の解剖艦8号、66号と、共に、香港に向かうべく分離。船団は3月1日に、後水湾、3日に雷ジ湾、5日に万山島西方で下白。 7日に、アモイに寄港し、8日に北海港、10日に、市章山、11日に、滝口島、12日に、加徳水道に加白し、13日に、モジに到着した。光島丸は、3月7日に、香港に到着し、積み荷の一部陸揚げと船体の応急修理後の3月18日に、香港を出港した。22日に、アモイ沖で、 貨物船際東丸と護衛の解剖艦新南、浮くと合流、二十三日に、師匠さんに、下泊。三月二十七日に、文字に到着した。戦士総書による十五時にわたる戦団は、上記の戦団に、以下の戦団を加えたものである。飛久獣戦団加入輸送船は二隻で、A 広島ルには、原油一万三千トン、鈴百三トン、ジルコン五百トンを、 日南丸には航空用ガソリン7000トン鈴を積載していた。2月15日にシンガポールを出港。船団は19日にインかナに下泊。20日朝、インドシナ半島パダランガ岬沖で米潜水艦ガビナに発見され、A 広島の右舷側にガビナの魚雷が命中し沈没した。船団は一旦カナに引き返し、 解剖三十二号を加えて、改めて出港。同日、日南丸は来撃されるも回避した。二0日にバンフ万ン、湾、十一日に、キ昨日湾に可白し二十三日、船団は、トンキン湾を投信中に b、b 二十四の攻撃を受けるが、被害はなかった。二十三日に、海南道ゴミズ湾、十四日に、レイプ湾、十八日に、三月三日に、 巨災島イノシシアダ佐藤案に可白し4日に、文字に到着した。解剖艦湘南飛92船団加入輸送船は2隻で、東場丸には、航空ガソリン、原油16000トン、重油1285トン、鈴、生ゴムを、第二立川丸には、航空用、ガソリン7000トン、鈴を積載していた。2月18日に、シンガポールを出港。 同日夜に、東条丸が触来し、機関損傷したが、応急処置を施しそのまま航行を開始した。戦乱は21日に、カムラン湾に加白し22日になり、カムラン湾を出港直後に、第二立川丸が、パダラン岬南西方28キロ付近で、触来沈没した。戦乱は22日にパダラン湾に、加白、東条丸は、機関の修理を行う。 パダラン湾出港後に敵機や敵潜水艦の接触を受け25日海南東ニレ林南東150キロ付近で護衛の解剖艦湘南に米潜水艦砲から発射された魚雷1本が命中し湘南は一筋の黒煙を残して合沈した護衛の解剖艦25号が敵潜水艦を制圧する間に船団はニレ林に向かった 同地で25号と合流した船団は3月2日に、諏訪島沖、5日に、師匠山白地に下白。8日に、解剖館や城が、朝鮮西岸到達まで護衛。船団は10日に、富山郊外に下白し、3月11日に、門寺に到着した。九94船団加入輸送船は2隻で、東亜丸には油15,800トンを、積載していた。 2月23日7時55分、被94船団は、解剖艦63号、207号の護衛にて、湘南を出港する。2月26日、タイランド湾帯島沖に漂白して、船団会議が開かれた。インドシナ半島沿岸部に、ギリギリまで接近して、航行を続け、2月28日未明には、ナトラン湾に短時間停泊の後北上を、 再開するが、潜水艦を探知したため対戦戦闘を展開して、基地を逃れた。3月1日、ノームにより、東亜丸が、後落ち、解剖艦207号がこれに突き沿った。3月1日に、船団はニレ林に入港。翌3月2日には、東亜丸と途中から合流した第18号解剖艦も、ニレ林に到着して、船団会議が開かれ、 今後の航行ルートなどが決定された。また、対18号解剖官に代わって、不設定、新井崎が護衛につくことに関して、新井崎の大破性と、船団速力の観点から異議を唱えたものの、最終的には、新井崎の火星が決まった。3月3日9時、非94船団は、ニレ林を出港する。ニレ林出港直後ハリオが初来し、 翌日に沈没した。船団は、一旦戻ってから、五日に、再び出港し、六日に、ダイアワン沖、七日に、南、沖東沖、八日に強化ワン、九日に牛黒ワン、十三日に、加徳水道に火白。十四日に、文字に到着した。非九十八船団加入輸送船は二隻で、両栄丸には推定で千七百トンの油類を、 パレンバン丸にはガソリン8800トン、鈴2000トン、生ゴム1000トン、法人引上げ者9名を積載していた。2月27日にシンガポールを出港。3月3日に船団はサンジャックに加泊。ここで護衛として解剖艦1号を加入。4日、インドシナ半島バレラミ沖を航行中の船団は米潜水艦バヤに発見された。 バヤもタンカー2隻を一挙に撃沈すべく、先端右後方から魚雷6本を発射。両英丸は向かってきた。魚雷2本を回避し、外れた魚雷は陸岸に命中して爆発。残り4本がパレンバン丸の機関部と、船体中央部にすべて命中。パレンバン丸は大爆発を起こし炎上。船尾が海底に着いた状態で沈没した。解剖艦69号。 134号は、バヤの制圧に向かい。戦団は、ダナンに、入りパク。5日になり、制圧を終えた、解剖艦69号、134号がダナンに、到着。戦団は、ノームの中ダナンを出港した。出港後、戦団は、インドシナ半島ツーラン湾沖で、米潜水艦、バッショウから発見され、バッショウの発射した、魚雷2本が、 両英丸に命中し両英丸は、船首の一部を海上に突き出したまま沈没した。戦団は消滅した。前述のように、大内健治によれば11時に渡る南号、作戦加入タンカー30隻のうち、輸送に成功したのは6隻だけであった。南号作戦の中止により、日本の南方資源航路は事実上閉鎖された。 その後も太平洋を大きく迂回する航路や、移合第351潜水艦等の潜水艦による輸送などが計画されたが、大きな成果はなかった。南号作戦を含めた1945年の非戦団による石油輸送量は、総計で17万キロリットルにとどまった。以後の日本は、備蓄石油のほか、年産25万キロリットルの国内産石油と、 年産10万キロリットル未満の人造石油、小混油などの代用燃料に頼って戦うことになった。ありがとうございます。